ソフトバンクの子会社アグープによりますと昨日午後1時の人出は去年の1月1日の同じ時間に比べて東京・明治神宮で78.2%浅草寺で62.1%減少しましたまた大阪の住吉大社では67.7%京都の伏見稲荷大社では73.1% 福岡のダザイフ天満宮では81.1%減少ししていました。政府は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため初詣の分散を呼びかけていて今回、調査の対象となった全国10か所全てでおよそ6割以上の大幅な減少となりました。